つまり呪いによる殺人。何もかも不自然すぎる。これは呪いではないと直感が告げている。未知なる闇は恐怖を育む。恐怖は人を過ちに陥れる。科学は嘘の処刑人だ。そして信仰は輪廻の中で永遠を探す。全ての未知なる不安をかきたてるものは空虚なフィクションに過ぎない。溢れる欲望を解放するために。さあ、もう目覚めの時間だ。